皆さんこんばんは、ワイワイニュース山崎です、はい、今日は2016年の12月の22日木曜日ですね。時間が午後8時12分ということで、ちょっと遅れましたね、申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、なぜユダヤ人、本物のユダヤ人ではなく改宗ユダヤ人は世界各地で嫌われ追放されてきたのかと、こういう素朴な疑問に対する、まあ、答えを見つけようというのが今日のメインテーマですね。この放送の前に、コメントしていただいたシカゴさん、尾長県知事、高江オスプレイヘリパッド献上式典欠席で抗議集会と、欠陥機オスプレイ撤去を求める緊急抗議集会4200人ということですね。それとシカゴさん、茶番、式典茶番、オスプレイ墜落事故で脅威の増大はあっても負担軽減なしと、沖縄の苦境を打開するには交流続く山城議長、現在の胸中語ると、沖縄タイムズ。シカゴさん、少女暴行事件から普天間閉鎖返還を提案したのは米国、それを移転で東京五輪に匹敵する約1兆5000億規模の200年間対応軍港機能も拡大基地へという、とんでもないですね。尾長沖縄県知事欠席の中、オスプレイ訓練場の高江ヘリパッド献上式典は属国の極み、返還されている返還されて減るヘリパッドと同じ数だけ増強拡大、オスプレイヘリパッド献上で基地の高級化を許すなということですね。ということです。ミサさんですね、コンティニューコイン1枚とお茶、それからこんばんはですね、それ、ということですね。今日の放送の一番最初、第41回目のワイワイニュースネット世論調査の最終結果ということで、今日の1時だったんですね、締め切り今日の7時か、12月22日木曜日午後7時締め切りでした。で、今日の今回の調査テーマは、もしも日本にドイツのような独立した憲法裁判所が最高裁判所とは別にあったならば、日本は良くなったか、変わらなかったか。で、1、良くなった 88%、 2、変わらなかった 12%、 回答者数は40名でしたね。ツイッター全員がツイッターでの回答です。 E メールは0ということで、12月の19日月曜日から今日22日木曜日まで72時間でしたと。で、回答方法はツイッターと E メールということで、でしたね。で、アップしますかね。マイナス48、全然ダメだ。これですね。そして結果、これですね、良くなって、憲法裁判所があったならば、日本は、世の中は良くなっただろうという方が 88% ですね、圧倒的ですね。やはり憲法裁判所必要なんですよ。吉行さん、信用創造、特権、剥奪、配信ありがとうございます。よろしくお願いします。ということです。コンティニューコインですね。で、次にですね、今日の呼びかけということで固定部分を1と2に分けたんですね。全部だと
長すぎるということで、今日の呼びかけ1、クリスマスをボイコットしようと。なぜキリスト教徒でもない日本人がキリストの誕生を祝わねばならないのかと。これは子供の頃から12月25日を特別な日にでっち上げたキリスト教会による壮大な宗教洗脳であると。古代ローマ帝国コンスタンチン大帝は広大な帝国の一元支配の衰退を防ぐために西暦304年自らキリスト教に改宗し、キリスト教をローマ帝国の国教としたと。ローマ帝国の支配地域はもともとペルシャ帝国文化の影響を多く受け、ペルシャの太陽信仰がヘレニズム世界で発展したミトラ信仰が盛んで、毎年12月には太陽神の力が新たに蘇る日として冬至が祝われていたと。ローマ帝皇帝とローマ教会は定かでない、キリスト教の誕生日をこの冬至のところへ持ってきて、冬至祭をキリスト生誕の祭典クリスマスとして国と国境を挙げて祝福することで、国内の一体感や連帯を高めようとしたんだと。それから1700年以上が経過した現在、クリスマスがこのように権力支配と宗教洗脳を目的にでっち上げられた経過を全く知らない数十億人の人々がキリストの生誕を祝ってんだということで、こんなもんはボイコットしようということですね。それから2番目、 NHK 紅白歌合戦をボイコットしようと。プロの歌手を男女に分けて対抗させて、どちらが勝つか負けるかどうでもいいようなことを競わせる。12月31日の NHK 紅白歌合戦中継は国民的行事の一つになっているが、なぜわざわざ男女に分けるのかと。これはスポーツ競技、あるいはオリンピック、あるいはサッカーワールドカップとか、あるいはエンターテインメントで国や地域や民族や男女をわざと対立させて、相互に対抗心や敵対心や民族感情を煽り立て、最終的には対立する敵を殲滅する戦い、戦争に誘導する仕掛けの一つなんだ。だから NHK 紅白歌合戦は見ないと、今年は見ないということですね。から3つ目、神社仏閣への初詣をボイコットしようと。正月三が日に初詣する人は日本全国でおそらく1000万人以上と思われるが、お布施数百億円に上るお布施再選は全て非課税で宗教法人の収入となると。カルト宗教天皇教の拠点である靖国神社や五国神社や伊勢神宮や神社本庁や明治神宮はこの金を安倍事故ファシスト政権支援に使い、日本国憲法を破棄して大日本帝国憲法に差し替えて、戦前の天皇制軍事独裁体制と天皇教の完全復活策動に使うのだと。こんな馬鹿らしいことはやめましょうと、こういうことですね。から4番目、テレビと全国紙を捨てようと。テレビは情報操作して国民を一定の方向に世論誘導する洗脳装置であると。テレビは絶えず雑音騒音を出すことで人間の思考能力を低下させる謀略装置であると。全国紙の世論調査、あるいは共同通信の世論調査は世論誘導調査であり、数字は捏造されているんだと。電通、共同通信、時事通信はもともと戦前の帝国陸軍情報謀略機関の満州帝国通信社里見はじめが起源であり、戦後一貫して現在まで諜報謀略機関として機能してんだと。から5番目ですね、クレジットカードを捨てようと。クレジットカードは銀行や消費者金融や大型小売店が個人の信用額を勝手に設定して簡単に買い物と借金をさせた上で高い金利を貸して全員を借金付けにする金融奴隷のパスポートであると。ほとんどの人はリボルビングの年金利が 15% ということを知らないで利用しているんだと。もしカードが必要であれば現金と同じデビットカードを使うべきなんだと。銀行や金融機関が個人に仕掛ける信用創造の罠、クレジットカードにはまらない唯一の方法は現金で決済する現金主義であるということですね。匿名さん、白熊スタンプですね。それから吉行さん、
フラッカー、天国からさん、コンティニューコイン2枚、こんばんは、ありがとうございます。紅白歌合戦を見るバカいるんですかという、いるんですよこれ。 40% とか、何 40% ぐらいじゃないですか視聴率。それでも、ま、年々下がってるらしいですけど、でもお化けですよね、 40% の視聴率から。ルナレアさん拍手ですね。リサさん拍手。シカゴさん放送中。なぜユダヤ人、本物のユダヤ人ではなく回収ユダヤ人は世界各地で嫌われ追放されてきたのかと。土屋淳さんですね、いつもありがとうございます。ウチャロッパイとコンティニーコインが2枚ですね。エレベストさんが雪ですね、まあ、なるほど。から吉行さんがウサギ、デコーフレームですね、ウサギですね、ということで、土山純一さんがコンティニューコイン2枚と、お茶が6杯と、エレベストさんがお茶ですねと、雪ですね、吉行さんがお茶と拍手コンティニューコイン、吉行さん配信ありがとうございます、よろしくお願いしますということですね。こんばんは、よいでうねと、田口さん、K さん、拍手ですね、ということです。で、次に都会を捨てて田舎に住もうと。都会と田舎の一番の違い、田舎の自治体の市長にとっては住民が一人一人の顔が分かるほど近い存在だが、都会の市長にとっては住民は膨大なマスの一員でしかないと。私が住んでた東京杉並区、住民56万人もいるんですね、杉並区長1人と、1対56です、56万で、現在住んでる山中湖村、6000人の村民、村長1に対して村民6000人と、この差ですね。で、小学校と中学校の給食を無償にしている自治体は全国で55市町村しかないが、すべて田舎の市町村だ。東京や大阪や名古屋や福岡や札幌などの大都会の自治体が一箇所も無償化してないのはなぜなのかと。それは自民党が直接支配してるからだということなんですね。それで、添付画像として、これ朝日新聞のなかなかいい、報道、調査報道だと思うんですけど、全国55の自治体、小学校と中学校の給食を無償化している自治体の名前なんですね。これです。ですから都会を捨ててこの55の自治体に移住しようと言ってもいいですよね。子供にとってはいいんじゃないですかね。で、次に今日の呼びかけの2ですね、固定部分で、1、1日も早く日本に市民革命政権を樹立するために、市民革命派は全国つつ裏々に家族勉強会と草の裏勉強会を立ち上げようと。そして以下のテーマを 自主的に学ぼうと。これが肝なんですね。いわゆる偉い先生を呼んで、講演会をやるっていうんじゃないですね。自分たちで、徹底的に討論すると、あるいはネットで調べると、あるいは本で調べると、等々で自主的に学ぶっていうのがこの勉強会の趣旨なんですね。もう偉い人はいらないよということなんですね。で、テーマ1、日本銀行発行の千円札の謎。2、米中央銀行発行 FRB 発行の1ドル札の謎。3、4つの信用創造特典とは何か。これはですね、中央銀行の持っている信用創造特権である貨幣発行権、民間銀行が持っている無からお金を生み出す壮大な詐欺システムである準備預金制度、3つ目が政府が持っている預金信用創造特権としての国債発行権で、4つ目が金利なんですね。こいつらを、この4つをですね、廃棄しよう、廃絶しようと。で、まあ私たちが言ってる、回収ユダヤ、ロシアで国際金融マフィアの
力の源泉、支配の源泉の元はこの4つの彼らが独占している信用創造特権ですから、これを世界 各国で、市民革命派が政権を樹立して真っ先にこの4つの信用創造特権を廃棄する、廃止する、彼らから剥奪するということをすれば、そこから発生する金融支配から発生する政治支配、官僚支配、あるいは司法支配、宗教支配、教育支配、マスコミ支配、等々の支配が連鎖的に、解体されるんじゃないかということなんですね。ですから肝はこの4つの信用創造特権とは一体何かを学んで、これを剥奪するという戦いに我々は決起しないといけないということなんですね。4番目、明治維新と田伏マフィアの謎ですね。5番目、大日本帝国憲法の謎。6番目、昭和天皇の戦争犯罪がなぜ 100% 免責免罪されたのかと。7番目、日本国憲法の謎。8番目、象徴天皇制と自民党の謎。9番目、ユダヤ教、今日のメインテーマと通じますけど、ユダヤ教秘密協定のタルムードと、回収ユダヤ、ロシアと国際金融マフィアと秘密結社イルミナティの謎。10番目、革命派市民とは誰のこと言うのか、どういう人たちを言うのか、何を目的にするのか。11番目、世界各国での市民革命運動開始と市民革命政権樹立に向けて、それじゃ何をすべきなのか。12番目、ドイツの憲法裁判所を学ぼうということですね。それから2番目、全国民は反ファシスト、統一戦線に結集し、安倍晋三事故ファシスト政権と極右ファシストによる悪行を完全に粉砕して市民革命政権を自立せよと。だから結集軸は野党共闘じゃないんですよ。反ファシスト統一戦線が結集軸なんですよ。野党共闘で、集まりましょうって言っても、野党の中に偽装野党が紛れ込んでるから所詮は無理なんですよね。で、反ファシスト統一戦線に結集して彼らの悪行ですね、悪行を7つ挙げたんですけど、1、憲法改正の偽名の下での日本国憲法の破棄、大日本帝国憲法への差し返す、2、平和破壊と戦争誘導、3、国民資産横領と貧困拡大、4、社会的弱者切り捨てと棄民、5、国民主権売り渡しと米国の完全植民地化、6、民主主義主権在民、個人の自由と基本的人権の尊重の破壊とファシズム独裁、7、国民弾圧と虐殺、これらの悪行を完全に粉砕して市民革命政権を樹立しようということですね。から3つ目、 YY ニュース支援組織見るの会、山崎康彦と愉快で情報通の仲間たちに結集しようと。この世から1、貧困と自殺、2、大格差社会と差別、3、無差別テロと戦争、4、核兵器と原発、5、戦争兵器と消火器、6、国家権力犯罪と民間権力犯罪、7、全体主義と独裁を本当になくすために1000名の支援者と仲間を募集しますということですね。本当になくすというのはこれが肝なんですね。から4番目、 NHK ニュースを見ずに YY ニュースライブを見ようと。から5番目、全国紙を読まずにブログ杉並からの情報発信ですを読もうと。6番目、YY ニュースの定期購読料は毎月ワンコイン500円です。これは新しい提案なんですけど、毎月ワンコイン500円を、定期購読してくださいと。ですから500円ですから、それほど経済的な負担にはならないということで、広く浅くですね、多くの人に参加していただいて、私の情報発信活動がより長く持続し、より広く拡散できますように、YY ニュースの定期購読をお願いしますということで、振込先のゆうちょ銀行の口座名とか、記号とか、番号とか、この書いてありますので、ぜひよろしくお願いしますということですね。シカゴさん。搾取の原因の4つの信用創造特権を奪取せよということで、1、日韓銀行の、これは中央銀行、昨日も言いましたけど、これ中央銀行の貨幣発行権です。日銀。
に準備預金制度による無からお金を生み出す民間銀行の信用創造特権、3、国の国債発行権、国債を担保に民間銀行から借金、4、金利ということですね。からシカゴさん、ユダヤ教に改宗したハザール人はユダヤの人口の9割、ハザール王国の歴史とロシア領、ロシア領、ユダヤ・ロシア領、世界英国年表より引用ということですね。K さん、ポイント不足でということですか。から K さん、拍手ですね。から田口つくるさんというんですか、こんばんは、よいでうめということですね。それと国民こそ主権、砂ずきんさん、なぜユダヤ人、今日のメインテーマですね、本物のユダヤ人ではなく改宗ユダヤ人、本物のユダヤ人というのはパレスチナからにもう数千年ずっと同じ地に、居住している本物のユダヤ人、我々の言うユダヤ人というのは改宗ユダヤ人なんですね。ハザル王国がいわゆる隣国のキリスト教国とかあるいはイスラム教国に改宗しないと侵略するぞというふうに脅かされて、仕方なく第三の宗教であるユダヤ教に改宗した。そっから悲劇が始まるんですね。今日のメインテーマですけどね。砂ずきんさん、コンティニコイン2枚ですね。からマシュマロさんが雪ですね。はい。で今日の推薦図書で、今日は書き起こしをしたんですね。これの33ページから36ページ、これは非常に重要なんですね。で今日のメインテーマともつながりますけど、要するに世界各地でユダヤ人、改宗ユダヤ人が具体的に何年にどこから追放されたかというリストが書かれてますね。これ、2のページ全部そうです、リストです。これ地名とその下に年号が書いてあるんですね。世界各地でユダヤ人がこれほど追放されていると、同じ場所から 何回も追放されてるんですね。で、33ページから36ページ書き起こしで、英国ユダヤ化の主犯クロムウェルとウィリアム3世と、1649年、オリバー・クロムウェルはイギリス議会から支援を受けて国王チャールズ1世を反逆罪の過度で処刑したと。その後クロムウェルは1290年にエドワード1世が発布したユダヤ人追放令を事実上撤回し、イギリスのユダヤ人の受け入れを再開した。この追放令はイギリスから永久に追放し、なんだこれ、ちょっと字が間違ってました。受け入れを再開したと。この追放令だ。この追放令はユダヤ人をイギリスから永久に追放し、この追放令はユダヤ人をイギリスから永久に追放し、1290年11月1日以降に国内にとどまるユダヤ人は処刑すると定めたものであると。実のところユダヤ人を追放したのはイギリスが初めてではない。ここに挙げるのは過去1000年の間にユダヤ人が追われた土地の一部である。場所によってユダヤ人は何度となく追放の浮き目に遭っていると。読みますと、マインツ、ドイツですね、1012年、フランス1182年、オーバーバイエルン1276年、イギリス1290年ですね、フランス1306年からフランス1322年、ザクセン1349年、ハンガリー1360年、ベルギー1370年、スロバキア1380年、フランス1394年、オーストリア1420年、リヨン1420年、ケルン1424年、マインツ1438年、アウグスブルグ1438年、オーバーバイエルン1442年、オランダ1446年、マインツ1462年、ワルシャワ1400、マインツ1483年なんですね、ワルシャワ1482年、
スペイン1492年、イタリア1492年、リトアニア1495年、ポルトガル1496年、ナポリ1496年、ナバラ1498年、ニューロンベルグ1498年、ジュノバ、イタリアですね、1515年、ナポリ1533年、イタリア1540年、ナポリ1541年、プラハ1541年、ジュノバ1550年、バイエルン1551年、プラハ1557年、ローマ教皇領1569年、ハンガリー1582年、ハンブルグ1649年、ウィーン1669年、スロバキア1744年、モラビア1744年、ボヘミア1744年、モスクワ1891年。ということですね。ユダヤ人ベルナール・ラザールは1894年に出版された反ユダヤ主義の歴史と原因でユダヤ人の追放について次のように述べていると。この反感、さらに嫌悪感がある時期のある国のユダヤ人に向けられたものだけのものであれば、そのとこ怒りを買った理由を解明するのは簡単だ。しかしこの民族は移住する先々であらゆる人々の嫌悪の対象となったのである。つまりユダヤ人の敵はあらゆる人種に及び、互いに遠く離れた国に暮らし、全く異なる法のもと相反する主義により統合され、異なる道徳、異なる習慣を持ち、異なる判断基準に基づいて行動しているのです。そのことからすれば、反ユダヤ主義の主な原因は常にユダヤ人自身にあるに違いなく、ユダヤ人に敵対する側にあるのではないということになると。ジェシー・ H ・ホームズ教授のアメリカ系ユダヤ人新聞アメリカンヘブライで同様の考えを示していると。ユダヤ人に対する反感がユダヤ人と非ユダヤ人の交わる世界のあらゆる場所に見られるのは偶然ではありえないだろうと。それらの状況の交通庫がユダヤ人であるということを考えると、原因はむしろユダヤ人にあるのであって、敵対心を感じるさまざまな集団の側にあるのではないだろうと。で、次、1688年ですね、 A.N.フィールドは1931年出版の著書すべてをつなぐ真実で、この年のイギリスの様子を説明している。これがクロームウェルがユダヤ人入国禁止の法を無視する決断をし、ユダヤ人が法に背いてイギリスに戻ってからわずか33年後の状況であった。クロームウェルが彼が言ってるんですね。クロームウェルがユダヤ人をイギリスに入国させるようになってから33年後、オランダの王子中役ウィリアム3世がユダヤ金融の中心地アムステルダムから大勢のユダヤ人を引き連れてやってきたと。義理の父をイギリスから追い出した王子がイギリスの王位に就くことをありがたく承諾したと。当然の結果として6年後、王王室に金を貸す目的でイングランド銀行が設立され、国債が発行されたと。ユダヤ人がやってくるまでイギリスは借金などしたことはなかったにもかかわらずだ。イングランド銀行、これができたのが1694年だ。これは完全に民間銀行なんですよね。正式な名前は、ガバナー・エンド・カンパニー・オブ・ザ・バンク・オブ・イングランド。ガバナー・エンド・カンパニー・オブ・ザ・イングランド、バンク・オブ・イングランド。これがイングランド銀行の正式の名称らしいんですけど、これ完全 100% 民間銀行なんですね。で、結局クロムウェルが招聘したアムステルダムからオランダから来た王子ウィリアム3世が当時の金融、ユダヤ金融の中心地アムステルダムから大量のユダヤ人を連れてきて、そして、このイギリスの王室に、借金を申し込んだんですね。で、120万ポンドかな、を貸す代わりにこの民間銀行イングランド銀行に貨幣発行権をよこせということで、彼らは貨幣発行権を手に入れたんですね。
でそれが現在までずっと続いてるから FRB と全く同じ構図ですよね。シカゴさん推奨図書ユダヤロシアの世界支配年表支配年表とアンドリュー七国著太田流寛訳とマシュマロさんがお茶3杯ですね4杯ですね。ありがとうございます。吉行さんワイワイニュース支援すべき見るのかい山崎康彦と愉快で良好な仲間たちにご案内とマシュマロさんがお茶5杯ですね。相棒さんお茶と雪ですね。ありがとうございます。田口さん米国の友人でシュトゥットガルトの強制収容所までの著名人がいます。彼は自由主義でまともですよということですか。はい。シカゴさん動画天野元康氏国に通貨発行権があれば国の借金はないのだとバブル&デフレ不況を日銀が操作リチャード・ベルナーの著書についての解説とマシュマロさんが雪から砂ズキンさんがコンティニューコイン2枚ですねから今日のメインテーマワイワイニュースライブただいま配信中ということですね。シカゴさん、タルムード、隠された真実、民族的排他性と独占的先民思想が含まれた問題箇所があり、ユダヤ人に排斥されている、これなんですね。ユダヤ人以外は家畜であると。今日のメインテーマですね。なぜユダヤ人、本物のユダヤ人ではなく、改宗ユダヤ人は世界各地で嫌われ、追放されてきたのかと。その原因は大きく2つあるだろう。一つ目の原因は、パレスタに居住する本物のユダヤ人はユダヤ教の聖典旧約聖書の教えを信仰するが改宗ユダヤ人は極端な先民思想と過激な排他的多民族攻撃を解くユダヤ教秘密教典タルムードを信仰してきたからだから当然ながら自分たちは神から選ばれた先民であってお前たちはユダヤ人以外のお前たちは家畜ご意無だと。だから家畜を支配し家畜から富を奪うのは我々で先民であるユダヤ人の権利だというふうに思ってる隣人が隣に住んでたら仲良くなんかできっこないですよね。だから改宗ユダヤ人が世界各地で嫌われ排斥されたのは主な原因はこれだと。要するに極端な先民思想と過激な排他的多民族攻撃を解くタルムードの信仰が大きな原因の一つだから二つ目の原因は神のこの教えをですね単なる、個人的な信仰で終わらせれば別に問題ないんですね。それほどでもこれをこの世の中に実験しようとしたバカ者が登場したんですね。それが1774年に、30歳の若さで、フランクフルトゲットで12名のユダヤ人重要人物を集めて秘密会議を開いた人物これが両替商ゲットで両替商をしてたルイアームシェル・ロートシルトというロシアド教商会の初代ですよ。こいつが秘密組織イルミナティを結成したんですね。実行部隊として。そして世界統一政府樹立に向けた25項目の世界革命行動計画を策定して、それを実行に移したと。だから嫌われるんですよ。ということですね。で、一つの原因、改宗ユダヤ人の誕生とユダヤ教秘密教典タルムード信仰と。ことでそれは西暦740年に黒海とカスピ海に囲まれたハザル王国の白色系トルコ騎馬民族が遊牧民族ですね隣国のキリスト教国やイスラム教国からの侵略を回避するために第三の宗教ユダヤ教に改宗したといったら始まってんだとハザル王国の改宗ユダヤ人たちはパレスタに居住し旧約聖書を聖典とする本物のユダヤ人とは異なり極端な先民思想と過激な排他的多民族攻撃を解くユダヤ教秘密教典タルムードを神の生ける言葉として旧約聖書よりも重要視したんだと。それでタルムードの極端な先民思想と過激な排他的
民族攻撃の21の教えというのを一応列挙したんですね。これはまあ情報ソースとして、ブログ隠された真実ですね。1、ユダヤ王は真の世界の法王、世界にまたがる教会の総大司教となる。2、あなたはあなたの神、主の聖なる民である。あなたの神主は地の面にいるすべての民の中からあなたを選び、ご自分の宝の民とされた。これが選民主ですね。3、世界はただイスラエル人の民のみ創造されたるなり。イスラエル人は身にして、他の民は空なる殻の殻、国費って言うんですかね、のみ。従ってイスラエルの地に民族なし、彼らはことごとく空費に過ぎざるはなりという殻の皮ですね。4、神言いたまうと、我は我が預言者を畜獣に過ぎざる偶像崇拝の都のために使わしたるにあらず、人間なるイスラエル人のために使わしたるなり。5、人間の獣に優るごとく、ユダヤ人は他の民族に、諸民族に優れるものなり。6、すべての民を食い尽くし、すべての民より略奪することは、彼らのすべてが我らの権力に置かれるときに始めるべし。7、神はユダヤ人にすべての方法を用い、詐欺、強、強、強力、法理が窃盗によってキリスト教徒の財産を奪取することを命ずる。8、我々はタルムードがモーゼの立法書、これが旧約聖書ですね、に対して絶対的優位性を有することを認むものなんだ。9、タルムードの決定は生ける神の言葉である。10、彼らは、汝らは人類であるが、世界の他の民族は人類にあらずして獣類、獣類である。11、汝殺すなかれとはとの掟はイスラエル人を殺すなかれとの稲荷。5位、非ユダヤ人、ノアの子等異教徒はイスラエル人にあらず。12、5位、もしくはユダヤ人を殺した場合は責めを負わねばならぬが、ユダヤ人が5位を殺しても責めは負わず。13、5位に金を貸すときは必ず効力を持って貸すべし。14、取得物を紛失者に返却すべしとの戒めはユダヤ人に対してのみ守られるべきものにして、5位に対しては叱らずと。15、他民族の有する所有物はすべてユダヤ民族に属するべきものである。故に何らの遠慮なくこれをユダヤ民族の手に収めることを差し替えなし。16、ゴイムの財産は主なき物品のごとく。17、ゴイに向かって誓いを立てた者は盗賊であれ、税理であれ、責任を取らなくてよい。18、ゴイに我々の信教を教える者はユダヤ人を殺すに等しい。もしもゴイが我々の説教を知ったならば、彼らは公然と我々を殺すだろう。19、ゴイが我々の書物には何かゴイを害することが書いてあるのではないかと聞いたら、偽りの誓いを立てなければならない。そしてそのようなことは誓って書いてないと言わねばならない。20、タルムードを学ぶゴイ、それを助けるユダヤ人はことごとく生かしておいてはならない。21、亡信者、非ユダヤ人の血を流す者は神に生贄を捧ぐるに等しきなり。これが21のタルムードの教えなんです、ね、汝は汝の神エホバの汝に伏し賜んこと、心の民はことごとく滅ぼし尽くすべし。神明というんですか、新明記7-10です。高し、岩し、多さんですか、エホバからシカゴさん、反ユダヤ主義、ウィキ、旧約聖書のエステル記に離散したユダヤに対する反ユダヤ的態度はすでに記述。どうなんですかね、必見タルムード、これは読みましたね。シカゴさん、中世ヨーロッパでは多くのユダヤ人が功利学士を正義を他人に貸した金から利益を取ることはキリスト教が禁止を利用、金融の元祖ユダヤ人と田中何でしたっけ、宇宙に行って
ですから、まあ、ユダヤ人がいわゆる金貸し、小売貸しを生業としているユダヤ人が嫌われる原因の一つはそうでしょうね。ただそれだけではないですよね。基本的にはこの先民思想と攻撃的な多民族攻撃思想、タルムードです。そして二つ目の原因、ロシアイド商会初代マイヤー・アムシェルロシアイドの登場と世界統一政府樹立計画の実行ということで、それから約500年後の1243年、要するに、そうですね、ハザル王国がユダヤ教に改宗したというのが、何年でしたっけ、740年か。740、そこから約500年後の1243年、改宗ユダヤ人の国ハザル王国は滅亡したんですね。そして彼らはヨーロッパ全土に、流浪の民として離散していったのだが、離散にもかかわらず彼らを相互に強く結びつけたのは、自分たちは神に選ばれた先民であると、先民のユダヤ人が他民族ゴイムを支配するのは当然の権利だと、特にユダヤ教秘密教典タルムードの教えを強く信仰してたから離散したにもかかわらず彼らは相互に結びついてたというんですね。ハザル王国の滅亡からまた500年後の1774年ドイツフランクフルトのゲットに12名のユダヤ人重要人物を集めて秘密会議を開催したのが、両外相ロスチャイド商会の首脳マイヤー・アムシェル・バウは後にロスチャイドと改名であったと。マイヤー・アムシェル・ロスチャイドはその場でユダヤ教秘密教典タルムードが説く教えを世界規模で実現するための秘密組織イルミナティを結成し、世界統一政府樹立に向けた25項目の世界革命行動計画を策定したんだと。で、25項目のロシア独世界革命行動計画とは何かということで、これも情報ソース、ブログ隠された真実から1から25案ですね。これ全部読むと大変ですけどね。読めるとこまで読みますかね。1、人間を支配するには暴力とテロリズムに訴えると最善の結果が得られると。権力は力の中に存在すると。2、政治権力を奪取するには、リベラリズムを解くだけで十分である。そうすれば有権者は一つの思想のために自らの力、権力を手放すことになり、その放棄された力、特権をかき集めて手中に収めればいいと。3、大衆はどのようにして自由を享受すればいいのか分かんない。自由という思想を利用すれば階級闘争を生じさせることも可能だと。4、最終目標に到達するためには、ありとあらゆる手段を正当化できる。素直さや正直さといった国民としての立派な資質は政治に支障をきたすから、支配者と習う者は狡猾さ、欺瞞に訴えなければならないと。5、我々の権利は力の中にあると。私が見出している新たな権利とは、強者の権利によって攻撃する権利であり、既存の秩序、規律のすべてを粉砕し、既存のすべての制度を再構築する権利である。6、我々の富の力はいかなる狡猾さ、力によっても損なわないような強さを獲得するまで表面化しないように保たれなければならない。戦略計画の基本路線から逃れることは何世紀にも及ぶ栄誉を無にする危険がある。7、群衆心理を利用して大衆に対する支配権を獲得すべき。8、酒、酒類、ドラッグ、大敗的毒、あらゆる形態の悪徳を代理人を通じて組織的に利用することで、諸国家の若者の道徳心を低下させなければならないと。賄賂もペテンも裏切り行為も、それは我々の目的達成に役立つのであれば続けられなければならないと。9、そうすることで服従と主権を確保できるなら、何が何でも躊躇することなく財産を奪い取る権利が自分たちにあるんだと。10、我々は自由、平等、博愛という言葉を民衆に教え込んだ最初の民族だと。ゴイムは難解さゆえにこの言葉の意味とその相互関係の対立に気づくことさえない。
ご縁の自然発生的で世襲的な貴族社会の背景の上に我々は金による貴族社会を作り上げ、それは我々の拠り所、すなわち富を参加資格とする貴族社会である。で、中ですね、ゴイムとはゴイの複数形で、ゴイとは非ユダヤ人のことを指す。また家畜とか豚という意味もあると。11、自ら戦争を誘発しながら敵対するどちら側にも領土の獲得が生じない平和会議を主導しなければならない。戦争は対立する双方の国家がさらに負債を抱え込み、我々の団員の手中に落ちるように主導されなければならない。12、財を活用して我々の要求に素直に従い、ゲームの駒となって政府を陰で操ることを我々から任じられた人物を選ばなければならない。13、誹謗中傷、偽りの情報を流したことでどのような波紋が広がろうと、自らは姿を消したまま非難することがないようにしなければならない。大衆への情報の出口を全て支配すべきだ。14、貧困と恐慌によって、大衆が支配されるた時には常に代理人を表舞台に立たせ、秩序を回復すべき時が来れば、犠牲者は犯罪者や責任能力のない人々の犠牲になったと解釈されるようにことを進めなければならない。計算済みの恐怖支配が実現した事件で犯罪者や精神異常者を処刑すれば、我々自身を抑圧された人々の救世主として見せかけることができる。実際のところ我々の関心は正反対で、減らすこと、すなわちゴエムを殺害することにある。15、我々の力を行使すれば失業と飢えが作り出され大衆にのしかかる。そうすれば確実な資本支配が生じると。16、フリーメイソンのブルーロジ内部に大統領を組織して破壊活動を実行しながら、博愛主義の名の下で自らの活動の真の意味を隠すことは可能である。大統領に参入するメンバーはゴエムの間に無神論的優越主義を広めるために利用されなければならない。で、中訳ですね。フリーメイソンには33階級あって、下から3つが、徒、弟、職人、徒ですね。あ、徒弟か。職人、親方という階級になっている。この3階層のことをブルーロジといい、つまり一般的なフリーメイソンの会員の集会場という意味である。大統領者というのは英語でグランドオリエントロジであり、グランドには統括するという意味がありますが、東洋を統括する支部ということだと思われる。現在はフランスのフリーメイソン本部がグランドオリエントロッジと名乗っている。17、代理人は大衆受けのするスローガンを生み出せるよう訓練されなければならない。大衆に惜しみなく約束しなければならないからである。約束されたことと反対のことは後になるが、すでに行えると。18、恐怖政治は手っ取り早く大衆を服従させる最も安上がりな方法だと。19、すべての戦争の後には秘密外交が主張されなければならない。秘密外交によって我々の代理人が関わらない限り、諸国家は些細な個人的取り決めさえも結ぶことができないような支配権が確保されなければならない。20番の最終目標である世界政府に到達するためには大規模の独占、莫大な富の蓄積が必要とされるだろう。21、ゴイムからその不動産産業を奪うため、重税と不当競争を組み合わせて、ゴイムの経済破綻を引き起こさねばならない。国際舞台において、ゴイムが商売できないように進めくるには可能である。つまりは、原材料の巧みな支配、短時間労働及び高賃金を求める労働運動の普及、競争者の助成によってそれは実現できる。22、最終的には我々の運動に尽くす、少数の金持ち及び我々の利益を守る警察と兵士、プロタリアとの大衆が残ればいいと。ゴイムに殺し合いをさせるため大規模の武器増強が開始されなければならない。23、世界統一政府のメンバーは独裁者によって任命され、科学者、経済学者、財政専門家、起業家、大金持ちの中から選出される。24、代理人はその誤りを我々が承知している理論、原則を教え込むことで、社会の若年層の精神を惑わせて腐敗させる目的で、あらゆる階級、あらゆるレベルの社会、政府に潜入しなければならない。25、国家法及び国際法を利用しつつ、ゴイムの文明を破壊しなければならない。我々に対してゴイムが武装蜂起する前に、恐怖の組織を諸国家の各都市に組織することにいたしましょう。ということですね。ということで、25のロスチャイド、世界革命行動計画、この革命行動計画に従って現在
最終段階に来てるんだということですよね。高橋さん、ハルヤンさん、このベストマッチングによって人口ハルマゲドンも可能ではないでしょうかと。今とは日本初の人口ハルマゲドンが可能という最大の危機を迎えているんだと思いますということですね。不都合動画、字幕あり、メディアが広めたイスラムに関する10の嘘と、まあ、ベルギー人ジャーナリストミッシル・コランですね。Kさん、各国の指導者たちは会社でいうと中間管理職、彼らが作った台本をただ読むだけの存在かもしれません。それ以外の存在が消されたことは消されます。高橋さん、タルムードとは極端な脅迫神経症の妄想的発想であると思います。米国の戦争依存の根本はまさにそれでしょう。安倍晋三のような日本は量的意味でのベストパートナーになるんだと思います。サイコパスですからね、安倍晋三は。社会的、社会的精神異常者ですよね。シカゴさん、西側諸国からの首相は、西側諸国主要国の首相は操り人形と。25国項目からなる世界革命孤独決定である世界統一支配、統一支配計画、ロシアでの世界革命行動計画、隠された人物、田中酒井さん、日本のジャーナリスト評論家、有限会社、田中ニュース代表、取締役というわけですね。ミシェル・コランさんですね。はい。それで今日のトピックス、トップは、なんかすごい大火災が新潟、糸魚川市で発生していると。約50人の延焼、消火活動が続くと。これハフィントンポスト、朝日新聞ですね。今日の午前10時半ごろ、新潟県糸魚川市大町1丁目の飲食店から煙が出ていると。119番通報があると。新潟県警や糸魚川市消防本部のによると、火元から海岸までの住宅や商店までは50棟が延焼した。ということで、午後4時現在またまだ消火活動が続いているということで、糸魚川市によると約270世帯に避難勧告が出たと。出火から5時間以上経っても火は衰えず、煙を吸ったり転倒したりするなど人も出ている。現場は飲食店や建物が密集している。今日風が強いですからね。飲酒につながったとみられると。市役所の担当者はハフィントンポストの取材に対し、これほどの火災は経験したことがない、関係者の協力を得て何とか消火活動を続けていると慌てた様子で話していたということですね。今もう午後9時ですから、もう鎮火されたんですからね。それで、新潟県の米山隆一知事は陸上自衛隊へ災害派遣を要請し了承された。また政府は首相官邸の危機管理センターに情報連絡室を設置したということですね。それからベルリン襲撃、チュニジア人の男を指名手配と。ドイツの首都ベルリンで起きたクリスマス市襲撃事件で指名手配されたアニス・アムリ容疑者で12人が死亡した事件で、検察当局は21日関与が疑われる24歳のチュニジア人の男を指名手配した。男が同国で、難民登録を申請したが却下されていたと。指名手配されたのはアニス・アムリ容疑者。事件で使用された40トンの大型トラックの運転席から同容疑者のものとみられる難民申請関係の書類が見つかっていたと。連邦検察当局は同容疑者が暴力的で武装している恐れがあるとして、身柄の拘束につながる情報に10万ユーロ、約1200万の懸賞金をかけて行方を追っている。同容疑者はイスラム過激派とつながりがあるとされ、事件前に襲撃計画の疑いで捜査対象になったことが明らかになり、事件をめぐる国民の怒りがさらに高まることを必死だと。結局警察にマークされてても防げなかったということですよね。アムリ容疑者は2015年7月にドイツに入国したが、今年6月に難民申請を却下されていた。ただ本国に送還に向けた手続きや同容疑者のチュニジア国籍保有の事実を長い間否定していた。同国側、チュニジア側の役所仕事によって
滞り、必要書類が同日側に送られてきたのは今月21日、収録事件発生の2日後だったと。だから米乱射事件の遺族、Facebook、Google、Twitter を提訴ということで、米フロリダ州オーランドのナイトクラブで今年6月に起きた銃乱射事件の被害者の遺族が、米 IT 大手の Facebook、Twitter、Google の3社を相手取って訴訟を起こしたと。3社がイスラム過激化、イスラム国 IS に物的支援を提供した結果、過激なプロパガンダが広まって事件が誘発されたと主張していると。事件はオーランドにある同性愛者向けナイトクラブパルスで、アフガニスタン系米国人のオマン・マルティ329が銃を乱射し、49名が死亡したんですよ。ですね、53名が負傷したもの。犠牲者数は米国で起きた銃乱射事件としては最悪となった。マーティン容疑者は事件前、IS に忠誠を誓っていた。事件で死亡したデビン・ユージン・クロスさん、アラン・ファン・ラモン・ゲレル・ジュニアさん、ハビエル・ホルヘ・レイエスさんの遺族側、今週 IS がソーシャルメディアを勧誘や資金集めをプロパガンダ活動の手段として悪用していくところを認識しながら意に介さなかったとして Facebook、Twitter、Google の3社を提訴した。この物的支援は IS の台頭に貢献し、数々のテロ攻撃を実行を誘発することに貢献していると原告は主張している。訴訟は補償的損害賠償を求めるのだが、物的支援という例刑法上での犯罪行為と見なされる法律用語を使用していると。原告側の弁護団は IT 大手3社で行っている対策は全く効果がないと指摘、不適当な意図を持った強い示唆など、普通と異なるソーシャルメディアの使い方のパターンを提出するなど、もっと対策ができたはずだと考えていると述べていると。これはそうでしょうね、遺族にとっては訴える方になるでしょうね。正統ユダヤ教徒はイスラエル国家を認めないと彼のことシオニストはナチスと同じということですね。要するに本物のユダヤ人ですよね、正統ユダヤ教徒。タウヒード、ムアートン、ナチス悪魔家はカダフィ、ミロショビッチ、アサドのモデルとみなしうるもので、ヒットラー悪魔家自体の疑問にも思い至るものでしょうと。まあでもヒットラーの悪魔家っていうのは違うじゃないですか。カダフィとかミルショビッチとかアサドの悪魔家と。ミルサル建国の立て役者はナチスとシオニストの協力官。山内さんのユダヤ批判はアウシュビッツ、ホロコーストの嘘、ナチス悪魔家の嘘に思い当たるものなんですよ。ユダヤ批判。だから私はいわゆる本物のユダヤ人を批判してるんじゃなくて、改宗ユダヤ人を批判してるんですよね。だからアウシュビッツが嘘だとか、ホロコーストは嘘だって到底言ってないですよね。だからナチス、ヒットラーの悪魔家もう嘘だとは言ってないです。彼らは本当に悪魔ですよ。だから全然この批判は当たらないですよね。メディアが広めたイスラエルに関する銃の嘘、ベルギージャー・ミシュル・オータリエさん、まとめですか。ということです。誘導なら沈黙推奨。以前山口さんのキャスで明治天皇イコール大物施設に異議を唱えたところ、今も混乱させるから退出すると叱られてしまって黙って聞いていました。あ、この人なんだ。ああ、そうなんだ。うん、だからこの人はもう退場した方がいいですよ、ね。ということです。この米の提訴したっていう、これの URL。何でしたっけ。
これだ。AFP 日本語版ですね。シカゴさんだ。誘導なら沈黙推奨って、これ当たってますね。誘導しようとしてるんですよね。それから、デモクラシーの日本語版、フリント、選挙なしで任命された非常事態管理者2人、水道汚染で起訴、次はスナイダー知事だ。そうですよ、知事も起訴しろって言うんだよね。逮捕起訴しろって言う。これもひどい話ですよね。これですね、それと同じ、デモクラシーナウ、レナード・ペルティエを釈放せよ、40年間投獄中の先住民活動家の恩赦を求め、オバマに嘆願ということですね。大統領は恩赦を与える権限を持っていますね。それと彼女の命はオバマが今行動するか否かかかっていると、10万人以上がオバマにチェルシーマニング釈放を嘆願ということで、彼女か、いわゆるウィキリークスに、米軍情報70万件以上の機密文書とビデオをウィキリークスに移動したとして、2013年に35年間の禁錮刑を受けたと。それで、実は女性の方が自分には自然だということで、獄中で、宣言したんですね。でも獄中では男扱いされているということで、自殺未遂を 2回ほど繰り返したんですね。だから彼女の命はオバマが今行動する原因にかかっているという、10万人以上が嘆願署名をしているというですね、釈放しろということですね。オバマは8年間で唯一いいことを最後にやれよと、どうでもないことしかやらなかったのか。から今日の重要情報ですね、朝廷で違法行為が認められたラガルト IMF 専務理事や支配層に守られ、刑罰は免除されて失脚もせずと言われます。桜井ジャーナルさん、これもひどいね。権力者、国家権力犯罪者は守られると。昭和天皇が典型ですけど、あれほどの戦争犯罪を犯した昭和天皇を広しては、なぜ 100% 免罪免責され、しかも戦後の名前を書いた、天皇制にのトップに返り咲いたか、同じですよ。それでその前のストロカン、彼が意図的な謀略に引っかかって、逮捕で罷免され、で裁判で、メタメタに、されたんですよね。彼もともとフランス社会党出身ですか。サルコジがなぜか彼をIMF の専務理事に推薦したんですけど、彼が断ればいいんですよね。のこのこ罠にはまったんですよ。それと天皇が明日の誕生日会見で生前退位にほとんど振られずの情報と、安倍官邸の封じ込めで記者の質問もなくということで、これはもうすでに、会見はされてるんですよね、20日に。それで明日、誕生日だから、ということで、明日発表、公表されるという。だから内容は分かってるんですよね。それで安倍官邸の封じ込めで、ほとんど天皇は自由な発言ができてないということは、おそらくそうだと思うんですね。だから天皇はもうあれですよ、もう私の代で、この象徴天皇制は終わりにしたいと
で、皇族会議を開いて、みんなの賛成を受けたから、これで、私、皇后、で皇太子、夫妻、そして秋篠宮もて、すべての皇族は、やめますよ、というふうに、ぜひ言ってもらいたいですよ。ということです。今日は、何分ですか65分23秒ですね。閲覧65名様、計173名様、コメント79件。それからたくさんのコメントと、コンティニューコメント、それからお茶と、とうとういただきました。ありがとうございました。ということで、現在が9時17分ですね。で、今日の放送はこれで終わりですね。砂月さん、お疲れ様でしたということですね。で、明日金曜日、7時半か8時ごろ始めますので、またよろしければ合流してくださいということで、どうもお疲れ様でした。今日の放送はこれで終わりです。